大学の本来の、まあ、意味である研究機関としての役割がどんどん果たせなくなってきてて、でそこにやっぱ数学力の低下があるんじゃないかなと思うんですよ。データを分析するっていう過程が、うん、まあ、文系の人でも必要になってくるんで、文学的な力だけじゃなくて、うん、あ、そうそうそう、やっていけないっていう。数学から逃げてると最後にやっぱ苦労します、うん、し、数学のできる文系ってやっぱ強いですよね。皆さんこんにちは、プラリスアカデミーの吉丸です。こんにちは、プラリスアカデミーの太田です。はい、今回はですね、タイトルにもある通り、今日数学から逃げて文系に進んだ受験生の末路を語りますということで、はい、高1でちょっと確率むずみたいになって、で高2でベクトルあちょっともう無理文系ですみたいな人に向けた動画なので、そうですね、はい、まあ、分離選択、まあね、もう決めちゃって文系で頑張ってますって人はいいとは思うんですけど、うんうん、まあ、来年分離選択がある今の1年生の人とか、うん、文系に来ちゃったけどどうしようかなって思ってる高2の人とか、うん、まあ、利点って大変ですけど、うん、はい、早い方がいいですね、はい、なんですけど、まあ、そういう人に向けて数学から逃げて文系に行くとこうなっちゃうよっていうのをお話ししたいと思います。はい、まあ、太田くん文系ですね。ただ、はい、難関高校率と言われるところでは難しい数学の問題も出ますし、そうですね、思考力等問題が出たりします。なんで国公立受ける人っていうのは選択して文系に行ってる人多いと思うんですけど、うんうんうん、やっぱ私立文系っていう、まあ、ちょっと揶揄されるワードもある、うん、あるやつ、そうですね、まあ、そこの由来ってやっぱり数学やってないよねみたいな、うん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 、理系の人たちの方があって、じゃあなぜ数学から逃げたらダメなのかというのを、まあ、お話ししていきたいと思います。まあ、大きく分けて4つぐらいですね、まあ、持論も含めてですけどお話ししていきたいと思いますけど、はい、まず1つ目ですね、論理的思考力が身につかない、うん、ロジカルシンキングってやつですね。はい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 、はい、国語じゃないのって思う人も多いと思うよ、論理って、うんうんうん、だそうじゃなくて、まあ、数学の特に記述式の問題とかですね、うんうんうん、自分の大学を褒めるわけじゃないんですけど、京大の入試問題とかってその証問がなくて、うん、何々を証明せよ、うん、でみたいな問題とかが出るんですよ。で大学入試の数学とか大学に入ってからの数学って自分で答えを出して、まあ、それの証明をしてっていうのが多かったりするんですよ、うんうんうん、で要は求めたい答えがあります。この答えを出すためには1個手前でどんな情報が必要 で、うんうんうん、でこの情報を得るためにはその前にこういう情報が必要でっていうのを逆算していって求めたいものから、うんうんうん、で今の地点までたどり着いたらやっと解けるんですよ。なるほど、これ伝わるのかな。難易度高い問題ほど問題文短くなるじゃないですか、うんうん、あ、そう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 、だから今のノブさん の説明で言ったら、要はヒントが多いっていうことですよね、問題文が長いってことは、うん、そう、括弧1まずは、うん、このステップ、過去にこのステップで括弧3っていう風な階段がな い、 みたいな、そうそう、階段がない問題がやっぱり、うんうん、難しい大学の入試問題だと多いし、大学入ってからもそうなるんですよ、うんうんうん、階段を自分で見つけて一個一個解いていくっていう力がその大学入ってから以降いるんよね。そうですね、そうで社会に出てからもいるんですよ、うん、例えばですよ、うちとかだったら、まあ、今 YouTube 多分公開時期で2万1000何百人とか、うんうんうん、2000人ぐらい行ってたらいいなって感じなんですけど、もしまあ YouTube の登録者5万人にしたいってなった時に、うん、じゃあ5万人にするためには今の段階だと1ヶ月に登録者さんが何人増えてんだ、うん、このままだと例えば3年かかっちゃう、これを1年で達成したいってなったら見てもらう数を増やすために動画の本数を増やすのかとか、そういう、まあ、話が論理的な話ってなってますね、うんうん、でこの力がすごい必要なので、安易に数学から逃げちゃうと計算問題とかだけやってるとそれがやっぱ身につかない。でそれを鍛えるのに一番いいのが大学入試の数学で、特に証問があんまりないやつとかね、確かにっていうのがいいので、この論理的思考力がなかなか身につかないっていうのが一つ目の良くないところ、うん、はい、ちょっとなんか YouTube の話も出ましたけど、はい、まあ、でもそういうの考えてやってますから、はい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 、っていうのが、まあ、当たり前にできるようになるためには、まあ、得意じゃなくてもいいんで やりましょうというのが数学のおすすめポイントです、はい、で2つ目、まあ、ちょっとこれ賛否両論あるかもしれないですけど、大学で専門性が得られないっていうところで、はっきり言って大学の数って多すぎやと思うんですよ。旧帝大だけでいいんだよみたいな言う人もおるけど、うんうん、いますね。 そこまでは思わないんですけど、はい、今の大学ってなんかまあ就職予備校みたいな感じで使ってる人がすごい多い、まあ、そうですね、うんうん、まあいいと思うんですよ。ただもともとはその旧帝大ができた時も、あれも旧帝国大学ですから、帝国大学令の発令によって作られた大学で、まあ、専門家の養成所やったわけですよね、アカデミックなところの。ただそこが、まあ、私立大学がたくさんできて、大学の強みにも就職実績とかっていうのが普通に上がってくる時代になってるじゃないですか。まあいいんですけど、大学の本来の
まあ、意味である研究機関としての役割がどんどん果たせなくなってきてて、でそこにやっぱ数学力の低下があるんじゃないかなと思うんですよ。なるほど。研究って未知のところに答えを出すわけですから、はい、まあ、今スマートフォンこうやって YouTube 見れてますけど、ちょっと前の時代なんて Wi-Fi がないと見れなかったわけですから、スマートフォンで。だから 3G とか遅すぎて見れないんですよ。そうですね。そう、ただ今って 5G とか 4G とか早いからどこでも見れるし、ギガの制限もないプランもあるし、みたいな、その進歩進化っていうのって研究者さんたちが仮説立てて実験繰り返して通信速度上がったっていうのを繰り返してて、これもだからさっき言ったロジカルシンキングのところで、そういうまあその専門的な分野で研究するっていう時にもやっぱりその数学力というか仮説立てて検証していくっていう、そういう力がすごい必要になってくるんですけど、文系に数学から逃げていっちゃった人っていうのはあんまりその大学で専門的な研究に携われない、ちょっともったいないなと思います。確かにそうですね、あのデータを分析するっていう過程が、まあ、文系の人でも必要になってくるんで、僕文学部なんですけど、やっぱりありましたからね、まあ、やるよね研究ってなるとね、はい、文学的な力だけじゃなくて、あ、そうそうそう、やっていけないっていう、そう、みんな別にあの小説家になるわけじゃないですから、そうなんですよ、はいはい、っていうのがまあ2つ目のところですね、はい、で、まあ、3つ目ですね、まあここはまあ国公立の場合結局苦労するってことで、なるほど、はい、あの国公立は数学ありますし、はい、昔のねセンター試験だったらまだ形式がずっと似通ってたんですよ、うんうんうん、今までのセンター試験全部解いて、まあ、満点取れるようにしてたら、まあ、センター試験本番まあなんとかなるみたいな感じだったんですけど、うん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 、共通テストも穴埋めとはいえセンター試験より難易度上がってるので、結局国公立志望の人は数学から逃げてると最後にやっぱ苦労します、うん、し数学のできる文系ってやっぱ強いんですよね。そうですね、共通テストの問題とか穴埋め形式の問題とかは点数ある程度安定しますから、文系で数学できたら強いんですね。社会ちょっとあんまやってない分野出たとかなった時に数学力で巻き返せるので、国公立の人はもう逃げちゃダメです、うん、特に2025年度から大学入試が変わって、まあ、論理的思考力どの教科も試される問題になってるんで、はい、確実に数学戦ってます。そうです、もう逃げられないですね逃げられないです、ね、はい、正直古文漢文とかより全然いります、はい、まあ、そうですね、いります、はい、はい、でラスト4つ目です。はい、4つ目、もうこれが、まあ、ずっと付きまとうんでしょうけど、はい、いや私俺文系やからって、あ、まあ、その言い訳あるやん、大人になってからもあるやん、ありますね、大人になってからもありますね、ちょっと計算遅かったりとか、うんうん、理系っぽいことできんかった時に、うん、いや私文系やからすんごいダサいんで、うん、あと関連するところで言うとエクセルとかに抵抗感を持つ人が多いっていう印象はありますね。確かに確かに確かに、うん、そうね、仕事とかでもねなんか困るし、その数学できないっていうよりも逃げたことでできないって思っちゃってるんで、そうそう、苦手意識が生まれちゃうっていうのが、そうそうそう、それが一番人生において良くないと思うんで、うん、ぜひ向き合ってください。入試で使わないにしても、まあ、定期テストだけ頑張るとかもいけると思うし、うんうんうん、できたら逃げの私立文系はマジでやめてほしいなと思います、うんうんうん、これが学びたくて私立に行くと、だから、まあ、それでも数学をね使った入試とかもできるわけですから、うんうんうん、ぜひ数学は最後の最後まで頑張ってほしいなと思います、うん、私文系だからって言わないように、はいはい、そういう大人になってほしいなと思います。はい、ということで今回はですね、恐怖数学から逃げて文系に進んだ人の、まあ、末路を語りますということで4つお話ししてきました、1つ目が論理的思考力が身につかない、国語じゃなくて数学で身につきます、はい、2つ目は大学で専門性が得られない、まあ、研究で成果が出せないことが多い、で3つ目国公立の場合は結局苦労する、4つ目私文系だから、4つ目は一番リアルですよ、うん、リアルやね、うん、まあ、苦手意識が生まれちゃうっていうことですね。そうそうそう、エクセルとかスプレッドシートとかやっぱ関数っていうのを組んだりするんですね、うん、関数ってもう皆さんが今まさにやってる関数ですよ、うん、ここの数値にこういうこういうこういう、まあ、操作を施したらこうなるというのが、うん、まあ、新しく出た情報とかプログラミングの方でもそうですし、うん、もう絶対いりますんで頑張ってください、はい、またですね概要欄に URL が貼っております。私の公式 LINE ではですね11個の豪華特典が受け取っていただけます。はい、はい、最近はねほぼ毎週コラムも配信したりとかもしてますして、うんうんうん、どんな特典が受け取れるかは概要欄の方に貼ってるんですけど、ぜひよかったら友達追加してみてください。1,400〜1,500人ぐらいの人はもう登録してます。おー、すごいですね。はい、でまたあのポラリスアカデミアのホームページも概要欄に貼っております。こちらでですね、うちのコンサルタントたちによる無料の受験相談をはじめとして、まあ、どんな塾なのかという説明等もしておりますので、まあ、そろそろ、新受験生の方は塾を検討する時期かなと思いますので、もしよろしければお問い合わせください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。